今ラーメン博物館から始まったフードテーマパークが大人気。そこは北は北海道から南は九州まで行列必至の人気店が全国から集結した食のパラダイス。ナマステーカリーの皆さんへようこそ。最近ラーメンだけにとどまらずカレー、餃子、スイーツに中華と新しいフードテーマパークが続々と登場。日本各地の名店を一箇所で食べ歩ける手軽さも受け、年間来場者数はなんと全国で1000万人を超えた。中でも東京、横浜はその最激戦区。そんな食のワンダーランドを溺愛する5人が激突。テレビチャンピオン、おいしい名店大集合、東京、横浜フードテーマパーク王選手権。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。お祭り気分、お祭り騒ぎでいかなきゃダメですよ。ラウンド1、第1ラウンドは三大フードテーマパーク祭り勝負。今大人気の三大フードテーマパークを巡り、館内にある店からの出題に答えていく。2ポイント先取で第2ラウンド進出、最後まで残った1名がリタイアとなる。いや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 、もうね、春真っ只中、祭りの季節でございますね。一行がやってきたのは池袋サンシャインシティ。そのフードテーマパークは餃子スタジアム。昭和30年代の街並みとお祭りをイメージした懐かしくも楽しい夢空間。ご当地餃子がふんだんに味わえる福袋餃子自慢商店街には、日本全国から行列のできる人気の12店が集結。いつでも熱々焼きたての香ばしい匂いに包まれた一大餃子テーマパークなのだ。さあ第1問は何でしょう。一体さあ、みこしがやってきました。最初はみこしアントレー問題。みこしの中に入っている具材をヒントに店名とメニュー名を答える。各店にはフラッグが置いてあり、いち早くそれを取った者に回答権が与えられる。みこしに注目。問題はこちらです。さあ開いた。この鶏とネギがどう問題と関係あるんでしょうか。カモがネギしょってるってのありますけど、ニワトリがネギしょってます。最大のヒントはニワトリではなくこの具材。実はこれ栃木特産のネギニラ。通常のニラに比べ甘みと香りが強く、シャキシャキとした食感が特徴。カロチンや繊維質も豊富で、ニラよりも栄養価が高い。正解は鶏肉にネギニラをたっぷりと練り込んだこの夢餃子。餃子の町として知られる宇都宮から12店舗が集結したここキラッセの人気メニューである。問題が出された場所からこの店へ行くには外回りと内回りの2通りがある。あったと言って走り出した。みんな分かったんでしょうか。何なんでしょう。中には鶏があったけど、選手の皆さん全員一斉に走り出した。鶏とネギ、鶏とネギ。あ、4人が外回りで店を目指す中、藤田1人が内回りコースを選択。激走を制したのは内回りの藤田。たどり着いた店は正解のキラッセ。キラッセの夢餃子。はい、正解。甘いんですよ、はいはい、でちょっと香りは強いんですけど、はい、甘いから子供もすごい食べやすいんで。フード探検ママ藤田京子。藤田率いるベビーカー集団、その名もママーズ横浜探検隊。彼女たちの活動モットーは子供と楽しむフードテーマパーク巡り。到着すると真っ先に段差が 1.5 センチ、子供の事故防止に段差をチェック。ガイドブックには載っていない主婦目線で集めた情報が藤田最大の武器なのだ。さあ登場しました。続いての問題、また中に隠されてます。さあ
これは何がぶら下がってんでしょうか。餃子の皮みたいなものですかね。そして下にはエビ。選手の目も思わず泳ぐエビではなく、この問題を解くヒントは吊るされた皮に隠されていた。実はこの皮、シューマイを包む皮。餃子の皮より薄いシューマイの皮を2枚重ね、カラリと油で揚げることでパリパリの食感を演出。プリプリのエビに豚の背脂をほんの少し加えたエビ揚げ餃子は新感覚のスナック餃子だ。正解の店は小福門。これで分かったんでしょうか。いってらっしゃい。全員が同じ方向に殺到する中、前川だけが U ターン。到着したのは正解の小福門。エビ揚げ餃子。フードグッズ買うガール、前川さやか。大好きなラーメン博物館のグッズで埋め尽くされた前川の部屋。年頃の女性とは思えぬこのスペースこそ彼女のお気に入り。しかしこれには訳がある。北海道の牧場で育った前川はテレビで見た全国の名店が集うフードテーマパークに一目惚れ。その気持ちを抑えきれず上京。たちまち連日通い詰めてフリーパスという名の彼氏をゲット。今では牛を追っていたかのようにラーメンを追い、無知を箸に変えて幸せな日々を満喫しているのだ。さあ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 、やっぱりあのお祭りといったら金魚すくいですね。うまい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 。でかい体の割には手先器用ですね。猿年生まれなんで。猿年生まれで意味わかんないですけどね。あれ、ちょっと皆さん、このたらいは何でしょうね。続いての競技は水餃子すくい。実はここにですね、あの吉武さんと京子ちゃんのためにご用意させていただきました水餃子がですね、たらいに入ってますんで。俺さ、金魚の髪すくったことだけどさ、水餃子すくうの。いきますよ。軽そうだから。素人だもんな。もうあいや難しい。これコツあるんでしょ。コツあるんだ。こうやってね、なるべくあの、はい、取る器も近づけなくちゃいけない。近づけて。せーの。チリ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 。ああ。なめかない。ダメじゃん。怖いこれ。切りやすいこれ。度肝を抜く水餃子すくい問題は、正解の水餃子をすくってから早押し。お披露目どうぞ。うこの人物から連想される水餃子は、イタリアだ。ヒントはイタリアの三色旗。正解はノンホーの三色水餃子。中の具材でほのかな三色を演出。この緑、白、赤の3つをすくわないと回答権が得られない。この人のヒントでわかるのか。果たしてたらいの中を泳ぐ50個の水餃子の中から正解を見極め、すくい取ることができるのか。餃子スタジアムからの3問目、水餃子すくいはイタリアの三色旗から連想される餃子を答える問題。正解はノンホーの三色水餃子。中の具材が演出するほのかな色合いを頼りに3色の餃子をすくわなければ回答権が得られない難問だ。正解の餃子を見極めるのも大変。そして餃子をすくうのはさらに至難の技。そんな中、あ、すごい。冷静かつ的確にたらいの中を泳ぐ水餃子を捉えるのは山崎と佐渡。誰が一番早くわかるんでしょうか。さあ、山崎さんが早かった。さあ、この餃子そのものは合っているのか判定員の方にチェックしてもらいましょう。正解を。それでは商品名どうぞ。ノンホーの三色水餃子。正解。すごい。あの三色の、はい、で何がわかったんですか。具材ですね。サーモンと白菜とニラです。あ、それが赤白緑。はい。高カロリー不燃焼系山崎茂。山崎が引き連れるのはフードテーマパークを食い尽くす大食い集団、人呼んで巨漢グルマンズ。
すいません、はい、全部ください。ありがとうございます。注文するのは全メニュー。それをみんなで食べ分け、効率よく腹と知識を満たすのが彼らのやり方。これまでになんと500種類ものメニューを腹と写真に収めることに成功した。山崎は永遠にカロリー不燃焼系である。食べたい食べたい。水餃子すくい2問目はボックスの中に入っている具材を触って連想される正解の餃子をすくって答える。正解は蒲田に店を構えるファンヨン。有名なパリパリ薄皮の羽根付き餃子は全国区。問題の餃子は中国で健康に良いとされる高級食材ナマコを使用したこの海鮮水餃子。外見からは判断不可能、実際に味わってみないとわからないウルトラ級の難問だ。さあ一斉に手を突っ込んだ。まあなかなかこれを捨てて触ることはないと思います皆さんは。さあ寺岡さんが救いに行った。そして4人も全員救いに行った。さあ最初に誰が答えを出すんでしょうか。さあ寺岡さんがちょっと味見しながらものすごい難しい表情で餃子食べてますけど、さあ寺岡さん早かった。ホワンヨンの海鮮水餃子。皆さんがあーって顔してますが判定はいかがでしょう。正解。激うま餃子ハンター寺岡慎吾。国内最大級のグルメサイトグルナビ、ここでトップクラスの知識を誇るのが寺岡だ。フードテーマパークへ出向いては旬のグルメ情報をハンティング。ビジネスに裏打ちされた情報量と常に更新される正確さが武器だ。餃子スタジアムを後に次に一行が向かった先は横浜カレーミュージアム。ナマステガリの港へようこそ。港をイメージした館内は異国情緒漂うエスニックなスパイシー王国。全国の人気のお店11軒、地方食豊かなご当地カレーが堪能できる。北は北海道札幌から南は九州福岡まで繁盛店がずらり勢ぞろい。あすっかりだ。うわ来てくださいどうぞ。あれ、なんすかこれ、こんなところに、ひもくじがあるじゃないですか。よく昔ありましたよね、ひも引くとどれが当たりかわからないってくじ。選手たちを待ち受けていたのは超ロング中。一体何が始まるのか。この後10メートルものチューブを使ってカレーをチューチュー吸いまくる。横浜カレーミュージアムからの問題はロングチューブを使ったチューチューひもくじ勝負。問題を出題してくれる方に登場してもらいましょう。こちらの皆さんですどうぞ。さあやってきました、何か始まったぞ。カレーに登場したのはカレーミュージアムのスーパーユニットカレーミュー娘。スパイスフルな踊りに刺激を受け山崎もノリノリ。正直恥ずかしくないですか。全然もう何を言ってるんですか。すごい踊りやすかったですね。カレミューガールズの3人があるポーズを取ります。そのポーズから連想されるカレーの商品名と店名をここの3つのストローから吸って味で当ててください。くじ運と知識力と吸引力の勝負です。ポーズの方お願いします。どうぞ。せーの。カレミュー娘たちのポーズから連想される正解の店は本格的なインドカリーが楽しめるハヌマーン。店のポスターのイラストに描かれたこのポーズこそがカレミュー娘たちが出したヒント。正解は3番。この真っ赤なチキンカリーは鮮烈な色と香りに彩られた極辛香味油が特徴。さあ出ましたこのポーズ。さあ皆さんもう分かったんでしょうか。さあ吸って吸ってコールが皆さん何番かを吸い始めた。山崎さんは3本いっぱいに吸ってる。カレーは無事選手たちの口に到達できるのか。頑張れ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 。
寺岡さんのカレーがもう来ました。佐藤さんも来た。登れ登れ、頑張れ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 、もうちょい吸引力吸って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 、ようやく口に到達してもそのカレーが正解とは限らない。三本一気水の山崎、息が切れるとカレーも遠ざかる。頑張れ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 、吸って吸って。さあ寺岡さんが一歩早かった。3番。お店はハヌマーン。商品名はチキンカリー。一番はこれキングデリーのカシミールカレー、すごい辛くて非常に特徴あるものなんです、はいはい、2番はこれは鬼太郎のチキンカリーだと思うんですよ。トマトとかのフルーティーな感じのやつとかが入ってるんで。そうですか。3番のチキンカリーっていうのは、はい、結構本当濃厚な感じがして、はい、随分ちょっとやっぱり若干違ってくるんですよね。第2ラウンド進出おめでとうございます。残るは4人、佐渡だけまだポイントがない。中中ひもくじ2問目は匂い問題。 VTR を見てある店のメニューを連想する。そして3本のチューブの匂いを嗅ぎ、正解のチューブ番号とメニュー名を答える。用意したのはいずれも焼いて作る香ばしい匂いに特徴のあるカレー。正解は2番のみなきたて肉玉カレー焼きそば。ソースと中華スープで炒めた太麺に辛みのあるカレーを合体、想像を超えたまろやかな味と旨味にリピーターが激増中。問題の VTR は正解の本店に関する映像。これどこなんでしょう一体。美味しいでば美味しいだな。やっぱり目はするのが、麺、うん、佐渡さん押しました。はい、香りは2番。2番、はい、お店はみなきたて。商品名は肉玉カレー焼きそば。いかがでしょう。ヒットフードメーカー佐渡俊彦。外食産業には欠かせない空間作りのコンサルティング業務が佐渡のビジネスワーク。うまいうまい、うん、そんなフードビジネスのプロが注目しているのが、食事場所にとどまらない空間を生み出すフードテーマパーク。この日も新たな発見が。これ見てください。これがあの香港の巨大カトリセンコですね。随分熱心ですね。いや本当ありがとうございます。いつも美味しい料理を食べさせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてのフードテーマパークは新横浜ラーメン博物館。オープンから10年を経ても不動の人気を誇る元祖フードテーマパーク。ノスタルジックな館内では昔ながらの懐かしい味が満喫できる。全国9カ所のご当地ラーメン、長年愛され続けてきた老舗ラーメン店が軒を連ねる殿堂。ラーメンの魅力を五感で存分に楽しめるパラダイスだ。さあ最後の決戦の地にやってまいりました。こちらです。祭りといったら射的。ラーメン博物館で行われる最終決戦はスープ射的。選手はポンプを踏んでスープを自分の口めがけて飛ばす。その味から店名とメニュー名を答える。1問目はこのつけ麺スープ。それではスープ射撃用意スタート。やださあ一斉にスープ上がった。分かったらボタン押してください。さあ藤田さん。春木屋さん。商品名はつけ麺。いかがでしょう。荻窪に本店を持つ春木屋、つけ麺はラーメン博物館でしか味わえない限定メニュー。
こうそばつゆっぽくって、はい、でラーメンの汁で割って飲むとなんかこうそば湯っぽい感じがして。藤田が勝ち抜け、残りは3人。2問目はこってりとした塩ラーメンのスープ。スタート。さあスープが出た。お父さん、やだ。佐藤さん早かった。八屋の商品名は塩ラーメン、いかがでしょう。正解。正解は八屋の塩ラーメン。濃厚なカツオの焦がしラードで味に強烈なインパクトを与えた旭川ラーメン。豚骨ベースでほのかに香る魚の香りが食欲を一層かきたてる。残る椅子はあと一つ。勝ち抜けるのは羅伯命の前川か、それとも山崎か。最後のラーメンには謎の揚げ物が。スタート。さあスープが顔に。めがけて命中。早かったのは山崎さん。ちぐさのちぐさ特製ラーメン、いかがでしょう。これも特徴があるんですよ、はい、ものすごく鳥って感じ。正解はちぐさのちぐさ特製ラーメン。野菜を一切使わず国産鶏だけで取ったスープに鶏の油で揚げた竜田揚げの香ばしさが決め手だ。山崎さんが答えたのと同じでした。同じですね。じゃあ早ければ正解だったんですね。スープ勝負で涙を飲んだ前川、羅伯に散る。第2ラウンドも頑張るぞ。おーラウンド2。第2ラウンドは最新フードテーマパーク勝ち抜け勝負。最近オープンしたばかりのフードテーマパークを3カ所巡り、それぞれのフードテーマパークで1名ずつ勝ち抜け、最後まで勝てなかった1名がリタイアとなる。第2ラウンドの最初はですね、甘いもんの聖地こちらです。スイーツフォレスト。最新フードテーマパーク1カ所目は去年の11月にオープンした自由が丘スイーツフォレスト。まさにその名の通り、一歩中に入るとそこはスイーツの森。おとぎの国のようなカラフルな演出がスイーツを楽しもうという気持ちをなお一層高めてくれる。そしてそこにはスイーツファン憧れの有名店がずらりと軒を並べ、輝かしい経歴を持つスーパーパティシエたちがその腕を競い合う。ケーキだけでなくチョコレートやアイスクリームの専門店も充実している。ここでは選手4名がトーナメント形式で対決し、2つの勝負を制した者が決勝一番乗りを決める。トーナメントの組み合わせは抽選で決定した。大勝負 A 対決は寺岡対山崎。ケーキ食べるときって周りにこうフィルムがついてますよね。ええ、周りのフィルムについたクリーム残ってますね、ええ、あれちょっともったいないとか思ったことありませんか。ちょっと舐めたりする、ね、舐めたりしますよね。それをですね今回は取り入れました。2人の対決はケーキフィルムショック。ケーキに巻かれているフィルムを舐めて店名と商品名を答える。お互い同じフィルムを舐め5問先取した方が勝ち。やだ。お二人準備はいいですか。よっしゃ、レディーセット。それでは舐めて舐めて舐めまくってください。ケーキフィルムショック用意スタート。さあベルトコンベアが動き始めました。クリームのついたフィルムが登場。最初に登場したケーキはこれ、ただしフィルムのみ。さあ間もなく顔を通過します。これは一体何なんでしょうか。クリーム系何が混ざってるんでしょうか。これを舐めただけで分かるんでしょうか。さあ分かったら早押し。2人舐めた後にじっと考えてます。これだけで一体ケーキの種類が。さあ寺岡さんが押しました。プラチノ。商品名はズコット。いかがでしょう。正解。なんでわかるんですか。イタリアのケーキって、はい、3種類のナッツを使ってるっていう話。正
回はスイーツフォレストの3階にある人気店プラチノのケーキズコット。細かく砕いた3種類のナッツとチョコチップを生クリームで包み、スポンジと合わせた様々な食感が楽しめるイタリアのケーキだ。その後両者一歩も引かず、熾烈なフィルムの舐め合いを繰り広げ、迎えた7問目。さあ両者ともいい勝負。続いてのケーキフィルムショックスタート。続いてベルトコンベアーに乗せられたのはこのケーキのフィルム。白い色と赤、ピンクでしょうか。可愛らしいケーキなのかな。これはさあ間もなく通過、舐め始めました。おっと山崎さん早い。一舐めでもう分かりましたね。チェリーで分かりました。チェリーで分かりましたが、はい、さあお店はプラチノ。物はル・デバー。いかがでしょう。違う。かっこ悪い瞬間ですね今ね。今ものすごくかっこ悪いですね。お聞きください山崎さん。 QED パティスリー。物はルージュ。いかがでしょう。正解。正解は QED パティスリーのルージュ。まさに口紅をイメージしたこの色。チーズケーキ、フロマージュブランと木いちごのムースが合体したフレッシュな味わいの超人気ケーキだ。合計4ポイントになります。寺岡さんリーチです。おめでとうございます。1ポイントのリードを許す瀬戸際に立たされた山崎。さあ次の問題で寺岡さんが決めるのか、山崎さんは阻止して五分に持っていくのか。ケーキフィルムショックスタート。さあ出てこい。続いてはスポンジとピンクのクリームが交互に重なったこのケーキ。フィルムには4層のピンクのクリームがくっきりとついている。さあこの上品な色のケーキは何なんでございましょうか。さあなめろ。早い寺岡さん早い。オリジンのカカオ。ケーキは、ドローム。いかがでしょう。すげえ。正解はチョコレート専門店オリジンヌカカオの異色商品ドローム。4層に重ねられたアーモンドのスポンジとキイチゴのクリームが口の中で溶け合う一品だ。ケーキフィルムショックは寺岡さんと勝ちです。第1勝負最初の対決は寺岡が勝ち上がった。次なる対決は藤田対佐渡。この対決はソフトクリームショック。北海道産の牛乳と生クリームをたっぷり使った50種類ものソフトクリームとジェラートが揃っている札幌の行列店クリームハウス。この店のソフトクリームを10個舐め商品名を答える。さあ間もなく通過。先行は佐渡。はい来た。夕張メロンソフト。よっしゃ。ソフトクリームは6秒ごとに1個流れた。どうしても前の味と重なってしまう分かりにくさを克服し、一舐めで味を判断。その種類を見極めなければならない。冷静に味を判別し続けた佐渡、10個中8個正解。相対するフード探検ママ藤田。スイーツフォレストは子供とよく来るお得意のフィールド。9個中8個正解で10個目。マンゴーソフト。やったー。よっしゃ。9個正解で藤田の勝ち。第1勝負を制した寺岡と藤田が決勝行きをかけ次なる勝負に挑む。スイーツフォレスト第2勝負は。第2勝負は幼児お買い物勝負。あるスイーツを判別し、幼児に店名と商品名を告げずに買ってきてもらう。早い方が決勝一番乗りとなる。こんにちは。選手は5人の5歳児から1人を選べる。来てくれました。1人でお買い物行ったことありますか。1人で買い物はありますか。うん、うん、うん、ないの。買い物をする自信あるかな。ないない寺岡は翔太郎くんを、藤田はレミーちゃんを相棒にした。この箱の中に入っている商品をこちらの棒で刺して舐めて、その商品を子供たちに指示して買ってきてもらってください。その代わりお店の名前と商品名は絶対に言っちゃいけません。言ったら失格。
それではスタート。さあ棒を突っ込んだ。手がかりは棒の先についたわずかな情報だけ。しかし2人は瞬間的に同じ商品を思い浮かべていた。甘味喫茶を今風にアレンジしたネオシティングルームの白ごまの変わりしるこだ。正解の店は入り口を入って左手4軒目のところにある。大きな特徴は緑色の看板だ。わかる？わかんない。わかんない。3番目。うん、3番目。寺岡勘違い。3番目の店だと教えてしまった。白いお菓子ちょうだいって。え？白いお菓子ちょうだいって言ってごらん。わかった。白くて甘いものください。白くて甘いもの。そうそう、白くて甘いもの。はい。ダメな。かわいい。ふーちゃん、しょ、しょ、泣いてる。ケーキ見える。一方、幼児を扱い慣れている藤田。あった、ケーキ屋さん。ケーキ屋さん。じゃあさ、そのケーキ屋さん何が歌う？ケーキと、ストロベリーケーキと、アロメリカンケーキと。あんた、プリンは置いてある？ない。じゃあ、また次のお店探してみましょう。藤田はレミーちゃんの目に映るものから位置を判断、正解の店へと誘導する作戦だ。まっすぐ。おかじゅうがあった。何があった？レミーちゃんが発見したおかじゅうは全てお菓子で作られた重箱、スイーツフォレストの名物商品である。そのお隣行ってみて。さあ、藤田さんの声が大きくなってきました。だんだん行ってみて。おかじゅうのあるシリアルマミーと正解のネオシティングルームは隣同士。あの黒いまんじゅうのところがあるんだけど、そこ？そうそうそう、そこそこ。正解の店に先にたどり着いたのはレミーちゃんだった。じゃあ白い丸いのが乗っかってるのと、真ん中にオレンジ色のが乗ってるの2つあるよね。白玉って食べ、白い丸いの食べたことある？緑のさ、看板みたいのさ、あるけど、そこ？翔太郎くんもついに到着。しかし買っちゃった。一足遅かった。決勝ラウンド進出おめでとうございます。決勝一番乗りは藤田。敗れた男3人は次なるフードテーマパークへ。次はどこだと思いますか？テーマパーク。いや、どこなんでしょうね。ちょっともう車内が曇ってて外見えないんで。曇ってるのはあなたのせいです。最新フードテーマパーク2カ所目は横浜中華街の一角に昨年末誕生した横浜大世界。すごいな、これなんかちょっと怖い感じがしますね。な、何年、このイメージは何ですかね。これ1920年とかその頃の上海イメージして。そのまんまだ。すごい。8階建ての大規模なテーマパーク横浜大世界。各階ごとにテーマが設定されている。来館者がまず訪れるのは8階にある時間を遡るシンボル、時の塔。その先にはまるでタイムマシンのように時の回廊が続く。その回廊を歩けば熱気とエキゾチックな雰囲気に包まれた1920年代から30年代の上海へと導かれる。7階と6階は時の舞台。中国の伝統芸能や伝統楽器を使った音楽などを本場さながらにライブで楽しむことができるのだ。さらに階段を降りると食の街が広がる。もちろん訪れる人の最大のお目当てがこちら、中華の名店13店舗の料理人が本場の味を競い合っているのだ。中華の最新フードテーマパーク横浜大世界の人気メニューは一体どんな料理なのか。スタジオで横浜大世界人気メニューベスト5の発表だ。今日はここで横浜大世界の人気商品を見ていただきたいと思います。こちらです、どうぞ。第5位は、はい、
小禅坊の薬膳クコガユです。本格北京料理のクコガユは美容にも良くて女性に大人気です。こういう薬味と一緒に食べるおかゆなんですね。第4位はスイーツ専門店カカのいちごミルクプリン、特製いちごソースがかかってます。これ美味しそうじゃん。美味しそう。プルプル。第3位はピンナンの福建ワンタン、鶏ガラベースのスープと極薄の皮で包んだワンタンが相性抜群です。なんかこれもいいね。これ美味しそうですね。第2位は上海ラオハン店彩の国黒豚小籠包です。上海で100年の歴史を持つ天津専門店が埼玉の黒豚を使って作りました。美味しそう。あの汁がたまんないですね。第1位は、はい、え何これ何これあれなんか刺さってるぞ。1位何よこれ。これ初めてですよこんな食べ方。熱い。でもこれいいと思いません。私いつもこれどうやって食べようと思ってたんですよ。吸っていいのかアストローで。さあ1位のこれが次に出てきます。どうぞ。第2ラウンドの2回戦は横浜大世界激走バトル。キーワードのついた10個のせいろがある。その中に入っているヒントを手がかりに横浜大世界13店舗120種類のメニューの中から一つの料理を割り出しお店へダッシュ。より早く4つのメニューを言い当て7階に戻ってきた1名が決勝ラウンドへと進む。せいろ開けてください。どうぞ。さあ皆さん一斉に開けました。何これ。寺岡が開けたあんかけのせいろにはなぜかタクシーのミニカーが入っていた。なぜミニカーなのか。これ何の、なんだこれ。あんかけとタクシー何のか頼まない。あー分かった分かった。4問先取で決勝進出。選手は7階から目的の店へと急ぐ。タクシー飯っていうご飯があるんですよ。タクシー飯。寺岡が目指すのは大学楼の人気メニューの一つ、タクシー飯なる不思議な名前のメニュー。その正体は豚の角煮と野菜のあんかけが乗ったボリューム満点の丼だ。寺岡は大学楼に迷わず直行。メニューを確認して注文する。タクシー飯正解です。選手は注文した料理を必ず30秒間お味見。しかしなぜタクシー飯なのか。タクシーの運転手の方が気軽に食べられるっていうことですごい人気になって広がっていってる。佐渡もせいろのある7階から食の街へと急いでいた。佐渡が開けたご飯のせいろの中にはコーヒーが入っていた。正解はフカヒレ専門店高橋軒の人気メニュー、トロトロの半熟卵をかけたフカヒレ天津飯黒酢ソースがけだ。フカヒレ天津飯の黒酢ソースかけどうすか。正解。よっしゃー当たった。フカヒレの旨味を出すためにエスプレッソコーヒーを使ってるっていう話をそういえば聞きました。ここのあのフカヒレは、1.5 倍のコラーゲンを含むあのフカヒレだということで非常に美容にもいいと。これうまいわ。巨体をゆすりながら開花の店を目指す山崎。山崎が開けたのはスープのせいろ、中にはストローが入っていた。これか。あ、それだ。あ、これだ。これこそが横浜大世界人気ランキング堂々第1位のメニュー。正解は創業90年天津の名店王光輝のカニスープ入りストロー付きタンパオ。ストローは小籠包の肉汁を味わうためのものなのだ。ご指示おられますか。カニスープ入りストロー付きタンパオください。最初に、カニスープを飲みまして、その後にちょっと口の中が美味しくなったぐらいでレンゲで、カニのスープ、カニの肉とこのお肉の肉を混ぜて、食べてください。ん？3人ともに1問ずつ正解。その後激しいせいろの奪い合いとなった。彩の国黒豚焼き小籠包です。最高麺金木犀餅竹筒蒸しスープ餃子パンツー麺
タートから1時間寺岡と佐渡がほとんど同じスピードでセイロを3個ゲット。階段のきつい山崎が遅れを取った。残るは2つ、勝負は寺岡と佐渡の一騎打ち。寺岡が選んだ辛味のセイロにはスープ入りのスポイトが入っていた。寺岡にはその味から頭に浮かんでいる店があった。その店は四川飯店がプロデュースする担々麺専門店マーラーメンソー。正解はこの担々麺なのだが、種類によって微妙にスープの味が異なる。そんなに辛くないのと微妙に辛いのと激辛のと3つあるんですけど、どれかな。その頃佐渡も目当ての店に到着、湯葉で頭を悩ませていた。ロング肉まん。よっしゃ、よし。正解は小前棒のロング肉まん。中にはオイスターソースや貝柱ソースで下味をつけたジューシーなあんが詰まっている。その絶品の肉汁を逃さないよう湯葉でコーティングしているのだ。お願いします。はい、厳味風担々麺。はい、当たり。正解は甘めの味噌唐辛子と山椒やラー油のピリッとした辛さにマイルドな麺を組み合わせた厳味風担々麺だ。情報によりますと佐渡さんと寺岡さんがほぼ同時ぐらいに当てたそうです。ただここに帰ってきた方が、先に帰ってきた方が決勝ラウンド進出です。果たして先にゴールにたどり着くのは佐渡か、それとも寺岡か。さあ誰かの足音、帰ってきたのは佐渡さん。当たりました。残念。敵愛の寺岡と階段に負けた山崎がラスト勝負に決勝進出をかける。最新フードテーマパーク3つ目は、昨年12月渋谷の繁華街にオープンした麺食い王国。その場所柄、若者を意識したおしゃれな麺類のフードテーマパークだ。モノトーンに統一されたフロアには全国から集まった名店が8店舗。ラーメンを中心にうどんや話題のアジア麺なども楽しめるのが特徴だ。この後スタジオで麺食い王国人気ランキングベスト5の発表だ。すっごい話題なの。話題、行ってみたいな。ここ、近いし、京子ちゃんも行ってみたいでしょ。行ってみたいです。渋谷にあるんだったら余計ね。どんなとこ入ってんだろう、気になりますね。ちょっと見てみましょうか。麺食い王国の人気商品、はい、第5位はベトナム麺ゴンのブンボーフェ。これベトナムのラーメンってのは多分あのなんていうの、細い麺じゃないの。細い麺、ちょっと辛そうね。美味しそう。第4位はフルイチの釜玉明太です。釜揚げうどんに卵と明太子を混ぜて食べます。いや、これ美味しそう。何これ、明太子、明太子か。第3位は、ハオライの特選黒ラーメン。ニンニクを焦がして作る真っ黒なマー油が特徴。これもまさに味玉とか、これもうこっちおこちゃんの世界ですよ。こってり大好きなんですよね。え、わー、美味しそう。すごいスープの色ですね。第2位はヒデのとろけるチャーシュー麺です。これ九州、これは松本さんワールドだな。これいいっすね。辛子高菜が合いそうな。あ、そうだ。そして第1位は、こんな行列店。吉武さんも知ってますよね、うんうん、燻製の卵で、うん、ほら有名なあの店ですよ。燻製の卵、略してくん玉。来た。あと問題に出てくるんですね。はい。渋谷にやってきて最後にやってもらうのはこちら。テレビチャンピオンの美術さんが力を合わせて作ったものすごい原始的なセットです。第2ラウンドの最終対決は流しラーメン勝負。上から流れてくる丼一杯のラーメンをキャッチ、その店名と商品名を答える。2問先取で決勝ラウンド進出、敗れた方がリタイアとなる。最初に流すのは新宿の有名店のラーメン。流しちゃってください。さあ来た、さあ来た、いろいろ出てきた。わかるんでしょうか。さあラーメンが流れてきた。一瞬の出来事。ラーメンは竹の筒を秒速10メートルのスピードで流れてくる。
キャッチは容易ではない。流れてきたラーメンで店名と商品名分かったんでしょうか。さあ寺岡さんが押しました。かまどの特選ラーメン。正解。これこそが麺食い王国人気ランキングベストワンのラーメン。新宿で一躍その名を馳せたくん玉ラーメンのかまどが渋谷に進出。若者の街ではスモークした3枚のチャーシューが絶大な支持を受けているのだ。チャーシューの部分が1日醤油ダレで一晩かけて煮込んで、その後にあの店名にも由来あるんですけど、かまどで桜のチップ使ってスモークして。続く2杯目、イニシアのエビそば合わせ味噌は山崎がスープの色とエビの濃厚な香りを頼りに正解。すごい。お互い1問ずつ正解。次の流しラーメンが決勝ラウンド最後の権利をかけたラスト勝負となる。ラーメン流しちゃってください。どうぞ。流れてくるラーメンに流すのは嬉し涙か、それとも悔し涙か。第2ラウンド、ラスト勝負。流すのはチャーシューに特徴のあるこのラーメン。ラーメン流しちゃってください。どうぞ。さあ運命のラーメン一杯流れてきた。さあどっちがいい、どっちがいい。寺岡さん早い。ヒデの炙りたてとろ肉チャーシュー麺。何じゃそれ。正解。あっさりした臭みの少ない豚骨スープが特徴の博多のヒデ炙りたてとろ肉チャーシュー麺。その最大の魅力は3枚乗ったこのチャーシュー。ほほ肉っていう豚のすごい一部で、はい、本当に少ししか取れない貴重なもの。注文があってからバーナーで炙って出してくる。負け続け、そしてここでも負けてしまいました。やるだけやったし、はい、あのもうまた次に何かあったら頑張ります。そうですね、はい、以上3名が決勝ラウンドでさらなる火花を散らす。ファイナル決勝ラウンドはフードテーマパークカジノ勝負。フードテーマパークに関する15問の問題に答えながら互いのチップを奪い合う。最も多くのチップを獲得した選手がチャンピオンとなる。第1問は新横浜ラーメン博物館からの問題。今からディーラーさんが3枚のカードを配ります。そのカードに書かれているキーワードをもとに商品名をお答えください。ヒントとなるキーワードは全部で3つ。ファーストカードはラー博限定、セカンドカードはお土産、そして最後のカードにはブドウの文字。ブドウ。これだけのヒントで商品が特定できるのか。100種類以上もあるラーメン博物館限定のお土産、その中から3つのヒントで特定できるのはこのラーメンドレッシングのみ。ラーメンのタレをブドウのタレから取ったグレープシードオイルで割ったラーメン味のドレッシングだ。ブドウというキーワードからグレープシードオイルを連想できれば答えられるはず。選手に最初に与えられたチップは30枚。回答する前に自分のチップをかけて回答権を争う。より多くのチップをベットした選手から回答権が与えられる。ベットできるチップは2枚単位で最大10枚まで。正解した選手は他の選手がかけたチップを全てもらうことができる。里と藤田は慎重に2枚ずつベット。それを見ていた寺岡は、いきます。4枚。寺岡さん今回答権があります。さあ佐渡さんどうしましょう。佐渡少し悩んだが、いいです、これでいいですか、はい、藤田さんストップします。藤田もストップ。というわけで寺岡さん、はい、回答権があります。ラーメンドレッシング。正解。すごい。これ実際ラーメン博物館の中のラー博厨房っていうところの日替わりサラダのドレッシングで使われてて、佐藤さん、なんだそうかって言ってますけど、いや、あのね、ラーメンドレッシングだって思ったんですよ、はい、でもすごい自信なくて、強気になれなかった、
寺岡は佐渡と藤田のベットした4枚のチップを獲得して幸先のいいスタート。続いては麺食い王国から店名具材名当て問題。番組特製ペシペシマシンにセットされた具材を顔に当て、その感触だけで答える。スタート。さあ回してください、手前に回してください、どんどん回すと自分の方にペシペシ当たります。ペシ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 。さあなんていうくだらない企画なんでしょう。手動じゃないですかマシン。知識だけでなく駆け引きも求められるカジノ勝負。1問目で失敗した佐渡が今回は攻める。おっときた、で4枚。藤田もそれに応戦。いった。うわ、4枚追加して6枚。はい、佐渡さん、おっと、さらに4枚追加、8枚。藤田、佐渡の勢いに押されここでストップ。いいですか藤田さん。寺岡は2枚で様子見。回答権は佐渡がゲット。佐渡さん、慎重にお答えください、どうぞ。ケイズという店 の、 あのメンマが顔に当たってました。いかがでしょう。すごい、正解は麺食い王国ケイズのメンマ。お先まで使った20センチもあるロングメンマは通常のものより柔らかいが、シャキシャキとした歯ごたえがたまらなく美味。寺岡さんからチップ2枚、藤田さんからチップ6枚、合計8枚が佐渡さんに移動しまして、チップ36枚になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。続いては横浜大世界から写真パネル人物当て問題。100枚ある写真の中から大世界に関係する人物を選ぶ。正解はこの男性。横浜大世界は1920年代に実在した上海大世界をモチーフに作られた。写真の人物は当時の上海大世界のオーナーなのだ。この問題、寺岡は2枚でベットストップ。佐渡と藤田がマックスの10枚まで張り合った。ということはルールによりますと同時に答えてもらうわけですけども、佐渡さんと藤田さんが両正解だった場合は寺岡さんの2枚が1枚ずつきます。それでは同時にお答えください、どうぞ。83番。2人ともハモりました、いかがでしょう。正解、すごい。8階に写真があって、はい、で彼のテーブルが8階入り口すぐにあるんですね。大世界を訪れ最初に目にするのが当時の雰囲気を忠実に再現した書斎。その傍らに彼の写真が飾られている。4問目はカレーミュージアムから人気お土産商品名当て問題。箱の中に隠された商品を匂いだけを手がかりに答える。必死に匂いを嗅ぐ選手たち、その裏には何やら怪しげな人影が。これは一体。実は箱の中にいるのはこのマッチョマン。やだ。正解は彼が着ているスパイス T シャツ。カレーミュージアムオリジナルのスパイスの匂いがする T シャツだ。香りは4種類あり、問題となっていたのはカルダモン。この問題、6枚をベットした佐渡が解答権を得た。ガランマサラです。違います。ところが佐渡痛恨のミス。カレー風味。なんと続く寺岡も間違えた。2枚ベッドの藤田に思わぬチャンスが巡ってきた。スパイス T シャツのカルダモン。やった。降りてきましたね、カレーのなんかが。何か来ました。ベトベトベト。藤田が佐渡の6枚、寺岡の4枚、合わせて10枚をゲット。一躍トップに躍り出た。続く5問目はスイーツフォレストから大人気商品フランボワーズのスフレ。そのソースをなめて店名と商品名を答える問題は佐渡と寺岡が正解し、藤田の2枚を分け合った。続いては餃子スタジアムからのご当地当て問題。お土産ショップご当地餃子特捜隊では全国各地の餃子を売っている。そのご当地の都道府県名を全て答える。正解したのは藤田1人、
チップ4枚を獲得した。7問目は活気あふれる香港の街並みをお台場に再現した大魔小香港から、回転点心の店点々つねつね回転棒のこの10品の合計金額を当てる問題。正解は2096円。この問題全員不正解のためチップの移動はなし。8問目はラーメン博物館からの扉当て問題。昭和30年代の街並みをイメージして作られた館内には至る所に扉がある。しかしこれらのほとんどはダミーで実際には開けることができない。だがたった1箇所だけ本当に開く扉があり、中はトイレとして使えるものがある。こりゃいいね。その扉をパネル写真の中から選んで回答する。その場所に行けば分かる。これは開くっていうのは分かるんですよ、はい、こう写真で見せられると周りの風景がないんで。そう、周りがないから。藤田は2枚、寺岡は4枚でベッドストップ。佐渡悩みながらも6枚ベッドし、単独回答権を獲得した。何番の扉ですか？14番。14番、はい。どうでしょう？ちょっと男らしかったですよ。子供に見せたいな本当。正解は B1 フロアの鳴門町にあるこの扉。ここは実はトイレでして、はい、ラークのトイレって結構混んでるんですけど、はい、あそこは意外と空いてますんで、はい、混んでる時はそこのトイレに今行くと。目印は扉の横にある灘尾珠山教室の看板だ。折り返しの8問目を過ぎ、寺岡が一人劣勢に回った。9問目は麺食い王国からの問題。頭上の丼ヘルメットの中で調理されるメニューの店名商品名を頭に伝わる感触を頼りに答える。それでは頭の上で調理開始。やだ。選手たちを襲う強烈な衝撃、頭の上で一体何が。では頭の上で調理開始、どうぞ。麺に続いて選手の頭上にはスープ、揚げ玉、納豆などが投下された。納豆？入った。うわ。さあ考えてください。今頭の上で何が作られたんでしょうか？そんなこと分かるのか。前半戦を折り返し、他の2人に10枚以上負けている寺岡、危険を冒さず様子を見るか、大きく勝負に出るか、ここが正念場。さあ寺岡さん、どんどん積み上がっていく。8枚になりました。手持ちのチップも少ないですけどね、ここで勝負に出ないと五分に持ってきたいぐらいですもんね、この辺で。早めに藤田との差を広げリードしたい佐渡。さあ佐渡さんも8枚になりました。ストップします。ストップ、はい。藤田はここで降りた。出た。うわ。10枚。いや、ストップ。ストップ。佐渡たまらずここでストップ。さあ寺岡さん、10枚かけた答えどうぞ。古市納豆ぶっかけ超大盛り、いかがでしょう？よし、よかったですね。正解は麺食い王国古市の納豆ぶっかけ超大盛り。倉敷に本店のあるぶっかけうどんの元祖古市。メニューに加え200円の超大盛り券を買うと、なんとうどんが1キロに増量。通常の量と比べて3倍以上という超太っ腹なサービスだ。寺岡が起死回生の一撃で一気にトップに立った。すごい。続いての問題は横浜大世界匠のお茶屋から。中国茶の入れ方教室で使っているこのテーブルセット、実は買うことができる。さてそのお値段は。高いんじゃない？
おいくら？18万円です。正解、すごい。この問題藤田が取ってトップを奪った。スイーツフォレストからは間違い探し問題。人気店シリアルマミーの名物おかじゅう、ご飯に見立てたショートケーキなどスイーツを集めて作ったお菓子の重箱だ。今回は重箱の中身を一つだけ入れ替えたものを用意。それはフライ。通常のおかじゅうにはカニ爪フライが入っているが、今回はエビフライに変えてある。藤田と寺岡が激しく競い合う。おっと、また2枚いった。並んだ、2枚追加して8枚並んだ。藤田はここで一気に勝負に出た。自信に満ちた態度に寺岡一瞬たじろぐが、かけます。おっと、10枚同士の同時回答。お二人同時にお答えください。せーの。カニ爪フライがエビフライになっている。答えが割れた。藤田さん正解。ちなみに間違いのエビフライはおかじゅうのお正月バージョンだけに入る限定品だ。大一番を制した藤田、一気に14枚ゲット。2人を大きく引き離した。12問目はカレーミュージアムからお土産問題。300種類のレトルトカレーから売れ筋ベスト5を全て答える。ちなみにベスト5は常時展示されており、その順位もここ半年間は不動である。この問題は佐渡が10枚ベットして解答権獲得。正解。見事正解して12枚ゲット。続く13問目は池袋サンシャインシティにあるアイスクリームシティからの問題。世界各国の珍しいアイスや日本全国から集められた様々なカップアイスが味わえるここアイスクリームシティで、実際には発売されていない商品を100個の中から1個選び回答する問題だったが、この問題さすがに難しすぎた。全員正解。14問目ラスト2問になりました。14問目は餃子スタジアムからのルーレット問題。ボールが止まった番号の場所に置かれている餃子の断面を見て店名と商品名を答える。この問題はルーレットを回す前にベット。逃げ切りを狙う藤田は2枚でストップ。その藤田との差を詰めたい佐渡。いっちゃいます。10枚ドーンときました。頼むぞ。そうですね、10枚いきました。勝負しないと。後がない寺岡もそれに続く。それではこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この後もテレビチャンピオンをお楽しみください。ルーレットの神が選んだのはこの餃子。二人にはわかるのか。残り2問餃子スタジアムからのルーレット問題。解答権を得たのは10枚ずつベットした佐渡と寺岡。せーの。パオの牛トンボ。同じ答えだ。いかがでしょう。正解。正解はパオの牛トンボ。近江牛を贅沢に使ったジューシーでボリューム満点の一品。ラスト1問を残し、トップ藤田と2位佐渡の差は6枚。最終問題はラーメン博物館から。行列の映像を見てどこの店の行列かを答える。それでは最後の1問 VTR スタート。行列の VTR だった気がしますが、さあこれはどこのお店なんでしょう。考えてください。
最後のベッドですね。藤田さんから。藤田は無理に解答権を取りに行く必要はない。まずは2枚。佐渡さん10枚いった。うわ、自分が答えない限り逆転できない佐渡、10枚をベッド。寺岡さん。寺岡にしてもそれは同じ。ここで藤田に迷いが生じた。このまま佐渡と寺岡が両者正解なら藤田はそのまま優勝できる。しかし寺岡が外し佐渡が正解すると12枚が移動して佐渡の逆転優勝となる。勝負せえ勝負。自分も10枚ベットして正解すれば文句なく優勝。しかし外せば佐渡に逆転を許すことになる。ここで勝負だけだ。藤田さんどうしましょう。いけ。私も勝負します。はい、なるほど、そういうことや。全員がマックスの10枚ずつベットしました。藤田が10枚ベットしたことで全員に優勝のチャンスが生まれた。藤田は自分が正解しても全員外れでも優勝。佐渡は自分が正解し藤田が外せば逆転優勝。寺岡は自分だけが正解して後の2人が外せば奇跡の大逆転。運命の3人同時回答、その結末やいかに。3人同時にお答えください。せーの、井出商店。おお、全員正解。井出商店。年下町と呼ばれる長屋風景と赤ん坊の鳴き声が特徴。長かったですね。長かったです、はい、大丈夫ですか。お子さんまだ2歳だって。そうなんです。今回初めて預けて出てきたので、はい、長かったよ。ありがとう。負けたことは悔しいんですけれども、はい、ただ悔いは全く。そうですね、悔しいけど悔いはないです、はい。すごい楽しかったです。最後の最後で本当に自信持って答えられて、はい、よかったと思います。フードテーマパーク王選手権チャンピオンは藤田恭子さん、おめでとうございます。完璧な知識と類稀な勝負運で勝利を引き寄せ、初代フードテーマパーク王に輝いたのはフード探検ママ藤田恭子であった。東京横浜フードテーマパーク王選手権チャンピオンは藤田恭子さんです。おめでとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。藤田さんは、はい、普通の主婦で。そうです、普通の主婦です。あくまでも趣味でやってらっしゃる。そうですね。魅力って何ですかね。そうですね、通常あそこ の, テーマパークに入ってるお店っていうのは、うん、いろんなところに。そうか、そうか、全国各地の、はい、分散してるんですけれども、それがまあ一度に関してるので、いっぺんに足を伸ばさなくてもいろいろ楽しめるっていうところが、はしごできるってね。そう、一回行っただけで全部楽しめちゃうみたいな。そうなんです。工夫してるよね。建物とかセットがすごい雰囲気あっていいですよね。そうなんです。全部行きました。大体多いですね。全部行きましたね。全部行きました。はい、行きました。どこが好きですか。そうですね、うちの娘が、はい、歩く練習をしたのがカレーミュージアムなんですね。お得な情報ちょっと教えてください。あ、そうですね、はい、この頃は横浜大世界の年間パスポートを買ったので。年間パスポート、はい、何がお得になるんですか。お得というか、まあ、並んでいても特別に2階 の, 入り口から、うん、優先的に入れていただけるんですね。パスポートがあると、はい、並んでる人こうちょっとごめんね、はい、みたいな。そうですね、リップタイムですね。ちょっと気持ちがいいです。またいい情報ですね。はい、いやすごい、年間パスポートだって。それでは最後に伺います、はい、藤田さんにとってフードテーマパークとは何でしょう。はい、親子で楽しめる遊び場広場です。それでは王者の岩へどうぞ。どうぞ。